ねずっともみちゃんです。今日7月の21日なんですけども、世間的には今日から夏休みなんですよ。で今日は夏休みが始まったユニバの混雑状況を見に行こうかなと思ってるんですけども、まあおそらくまあファミリーゲストが増えるから、ファミリーゲストに人気のエリアが混むと思うんですよ。じゃあ早速見に行きましょう。あとちなみにですね、このね TV はこのですね、またねユニバのね役立つ情報をバンバンねお届けするんで、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。チュー。そしてここ数日のこのユニバの天気と気温はこんな感じです。で基本的にはもう最高気温30度を超えることが当たり前なんですよ。だからこれから行く方は熱中症対策徹底してください。もうだいぶとパーク暑いっすわ。そして今日のアトラクションの休止情報なんですけども、もう基本的には夏休み期間はアトラクションをフル回転なんですよ。だから思う存分楽しむことができます。そして今日から営業時間も長くなって、閉園時間が20時から21時半ぐらいになるんですよ。ですけど今日の公式オープン時間が9時なんですけども、基本的にはユニバって公式オープン時間より早くオープンすることが多いんですよ。で今日は9時なんですけども、なんと8時にオープンしたんですよ。うわー早いなー。だからこれからユニバに行く方は公式オープン時間のだいたい1時間前から2時間前ぐらいに行くのでいいかなって感じがします。もうだいぶと夏休みだったらパーク開くのも早くなるかなって感じがします。そして今からパークの中に入っていきます。果たして今日は入るまでに何分かかるんかな。そしてこの10時台でユニバに入るためにだいたい4分ぐらい時間かかりました。でもこの10時台でまだ空いてる方で、一番入るまでに時間かかるのが公式オープン時間らへんなんですよ。で僕一回ね今日ね9時台に来たんですけども、その時にだいたい入るために10分ぐらいかかっちゃったんで、おそらく今日の最長はそのぐらいかなって感じがします。そして、ワンピースのプレミアショーのチケットに関したら、朝の時点では、まあ、S シートっていう、まあ、E 席では見ることはできないですけども、まあ、全然当日券買うことができます。そして、それと一緒に、ワンピースのグッズの販売状況を見に行くんですけども、基本的には、ワンピースのグッズに関したら、まあ、余裕で在庫がある状況なんですけども、今回のワンピースのプレミアショーで使うタオルの売り切れ速度がめちゃくちゃ早くて、今日なんかもう9時の時点で売り切れてたんですよ。だからワンピース関係の商品で言ったら、今回この限定のタオルがめっちゃ人気です。そして今日のエントランス付近の様子なんですけども、やっぱりここも夏休みが始まった影響で、だいぶと賑わってますわ。そしてここのシネマ 4D では午前がセーラームーンやってて、午後からハンターハンターがやってるんですけども、このセーラームーンのアトラクションに関したら全アトラクションの中でも特に空いてる方なんですよ。だから到着した時点でもう一瞬で入れることが多いです。そしてこちらのハンターハンターはセーラームーンより混むアトラクションなんですけども、結構遅い時間ほど空く傾向があるんですよ。だから行きたい方は遅い時間狙うのがいいかなって感じがします。そして今日の進撃の巨人付近の様子なんですけども、なんと数日前から進撃の巨人 XR ライドがずっと運休中なんですよ。だからいつ復活するかわかんない状態なんで、もしかしたら行った時にやってない可能性もあると思います。そして進撃の巨人のフードカートなんですけども、いつもなら何組か列ができてるんですけども、今日0組です。だから一瞬で食べることできます。そしてリヴァイ兵舎のポップコーンバケツも今0組なんで一瞬で買えることできます。そして今現在のクールジャパンのコラボグッズ在庫状況を見に行きます。そしてセーラームーンの在庫状況なんですけども、普通に在庫は多いですわ。だからある程度のグッズは買えるかなって感じがするんですけども、今現在セーラームーン関係のぬいぐるみグッズはゼロです。やっぱぬいぐるみは人気やな。そしてハンターハンター関係のグッズも、まあ、在庫はいっぱいあるのですけれども、ハンターハンターのマスコットコレクションとかぬいぐるみ関係は今ゼロです。そしてコナングッズに関しても、
まあ、パッと見在庫が多く見えるんですけども、やっぱり安室さん関係のグッズはめっちゃ売り切れてる。まあ、こういう日用品とか服とか普通にまあ売ってますわ。あと最近は売り切れ状態が続いてた調査兵団のマントも余裕で買います。そして進撃のカチューシャも最近買えるようになってますし、今日は注射器ペンが大量に入荷されてます。これも超人気やからな。他の進撃のグッズも、まあ、結構在庫がありますわ。ですけど缶バッジ系とかない。そして最近のクールジャパンのコラボグッズの在庫状況で言ったら、まあ、結構服とかのそういう日用品関係に関したら結構売ってる状況なんですけども、やっぱりぬいぐるみ関係とか缶バッジ関係に関したら売り切れやすい傾向があります。だからこれらの商品買いたい方は売ってたらもう買う方がいいかなって感じがします。いや、すぐ入荷されてもなくなりますから。そして今日のグラマシーパークの様子なんですけども、ここのグラマシーパークではミニオンカーフーダンス道場っていうダンスイベントがやるんですけども、最近暑い影響でショートバージョンが続いてるんですよ。だからこれから行く方はもしかしたらショートバージョンになる可能性があると思うんで、そこら辺注意してください。そして今日のスパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、まあ、ここのニューヨークエリアは、まあ、にぎわってるっちゃにぎわってるんですけども、やっぱり前の土日みたいなすっごい混雑にはまだなってないです。そしてここのパレスシアターではコナンのミステリーチャレンジの冊子が無料配布してるんですけども、まあ一瞬でこれ冊子もらえますわ。で、春休みが始まった時はこれ大行列だったんですけども、やっぱ暑い時期になってきたらどんどん好き始めてます。だからここのミスチャレに関しては最近チリに来ても全然冊子もらうことができます。そして今日のラグーン付近の様子なんですけども、ここもちょくちょくにぎわってるかなって感じがします。でも爆発的にはまだ混んでないです。そして最近サーティワンとかそういう冷たい系のフードの行列がすごいことになってるんで、まあ、これから冷たいフード買う予定の方はちょっと注意してください。そして今日のミニオンパークの様子なんですけども、やっぱり予想した通りに夏休み始まったらファミリーゲストが増えるんですよ。その影響でここのミニオンパークとワンダーランドとあとスーパーニンテンドーワールドが特に混んでくるんですよ。だから今日はこのミニオンパークのアトラクションの待ち時間がちょっと長くなってますいや、これもやっぱ夏休みの特徴ですよね、本当に。そして今日のサンフランシスコエリアの様子です。で、ここのサンフランシスコエリアはミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道であるんで、やっぱり人の行き交いが多くなります。そしてここのサンフランシスコエリアにある3時の海賊レストランなんですけども、やっぱりチケットは全部ソールドアウト。うわー、これも超超人気やな。そしてここの3時の海賊レストランのチケットに関したら、もう7月、8月、9月のチケット全部売り切れてるんですよ。だからこれから行きたい方は偶然空いてたら行けるかなぐらいのレベルです。めっちゃ人気やな、ここは。そして次はジュラシックパークエリアの様子なんですけども、ここのジュラシックパークエリアに関したら、まあ、そこまでアトラクションは混んでないって感じがします。まだ爆発的には混んでませんわ。まあまあこれから混んでくる可能性はあると思うんですけども、またそれもね、また様子伝えます。そしてここのジュラシックパークエリアにあるホッシュルフェルズっていう、まあ、ワンピースの食べ歩きフードが売っている場所なんですけども、ここもまあ一組ぐらいしか列がないですわ。一瞬で買います。そしてここのディスカバリーレストランではワンピースとのコラボレストランになってるんですけども、言うてここも一瞬で入れちゃいます。そして今日のウォーターワールド付近の様子なんですけども、今日も相変わらずスーパーニンテンドーワールドに行き交う人とかウォーターワールドに行き交う人で賑わってます。そして今日も安定にマリオの世界行ってきます。そして今日のニンテンドーワールドの入場整理券なんですけども、だいたい9時くらいの時点で配布されてました。そして今の時間帯での整理券はこんな感じです。で、これ見る限りによると大体2、3時間後ぐらいの整理券が配布されてるってことは、
まあ簡単に整理券手に入れれる日かなって感じがします。でもまたこれからまあ土日とかだったら、まあ、整理券から抽選券になる可能性があると思うので、またそこら辺も報告しようかなと思ってます。そして今日も安定に椎茸を踏みつける世界行ってきます。そして今日も安定にマリオの世界やってきました。そしてマリオの世界を一周してきます。いやー、ここのエリアも入場制限がかかってるからやっぱり賑わってますわだいぶと人が多いな今日も。パワーアップバンドのアクティビティするためにもだいたい10分から15分ぐらいかかりそう。そしてマリオカートの待ち時間なんですけども、やっぱり予想した通りにファミリーゲストが増えたら、ここのスーパーニンテンドーワールドもだいぶと賑えますわ本当に。そして今日のスーパーニンテンドーワールドの1階の様子なんですけども、やっぱりここは今日大混雑まあこれからの夏休み期間、ここのエリアは特に注意が必要ですわ。そしてキノピオカフェも余裕で外の待ち列なんで、おそらく1時間待ちはあるかな。そして今日のアミティビレッジの様子なんですけども、ここも一応ハリーポッターエリア、もしくはワンダーランドからニンテンドーワールド、ジュラシックパークエリアにつなげる道であるんで、人の行き来が多くなる傾向がありますわ。だからここら辺のトイレとかフードカートって基本的にはめっちゃ混んでるんですよ。だからこれから行く方は特にそこら辺注意してください。そして今日も安定にハリーポッターエリア行ってきます。そしてここのハリーポッターエリアに関したら、もう大体もう2年ぐらいは入場制限かかってないんですよ。だから任天堂ワールドが入場制限かかったからといって、ここのエリアが入場制限かかることはまあないかなって感じがします。そして今日も安定の手に魔法界やってきました。そしてあれ歌いますか、豆豆ブーダー 300% 歌うよ。そして今日の魔法界の様子なんですけども、やっぱりここの魔法界は任天堂ワールドが入場制限にかかった時に、任天堂ワールドに行けない人たちがこっちに来る傾向があるんですよ。だからだいぶと賑わってるすごいな、ここの魔法界もめっちゃ活気で湧いてますわ。でもアトラクションの待ち時間自体はそこまで多くないかなって感じがします。そして今日のいい天気ホグワーツの様子です。いやー、あとちょいでパーク一周終わるんですけども、だいぶの体力奪われるわこの暑さ。そしてワンドマジックもちょっと列ができてますわ。で、今までの僕の経験上おそらく5分ぐらい待つかな。そして今日のワンダーランドの様子なんですけども、今日のワンダーランドの待ち時間を見てもやっぱり夏休み効果で増えてますやっぱり予想通りですね。やっぱ夏休み期間はここのワンダーランドもめちゃくちゃ混むエリアなんで、これから行く方は特にちょっと注意が必要かな。でも今日の待ち時間はまだマシな方かな。土日とかなったらもっとやばいことになりそう。そして今日のセントラルパーク付近の様子です。やっぱりここも人通りが多い場所なんで活気で湧いてます。そして今日のハリドレ付近の様子なんですけども、なんか今日一周した結果思ったのが、普段ハリウッドドリームザライトとかフライングダイナソーってもっと混んでくるんですけども、そういう系のアトラクションが混んでなくて、やっぱりちっちゃいお子様に人気のアトラクションが混んでるかなって感じがします。やっぱり夏休みの特徴出てますよね。でもこれからどんどんアトラクションの待ち時間にも変化が出ると思うので、またそこら辺も報告しようかなと思ってます。絶叫系とかは普通に乗れる今日に限ったら。はい、じゃあ今日は夏休みが始まった混雑状況をお伝えしていきました。で、一周した結果思ったのが、やっぱりファミリーゲストに人気のエリア、特にワンダーランドと
とミニオンパークと任天堂ワールドは混んでるかなと思いました。だからぜひね、これから行く方はこの3つのエリアは特に気をつけてください。以上、夏休みの混雑状況を調べたいのまめちゃんでした。これはまだまだ続くな。はい、じゃあこれからもいろんな動画上げると思うのでね、ちょっとグッド、通知ボタンも押してくれ。というわけでバーイ。